歌舞伎町で幾多の輝かしい記録を打ち立ててきた淡谷麦がエルコレアナーキーより2023年1月より新店クラブセルンをオープンすることとなっていた。何もない店内、誰もいない従業員、完全なゼロスタートのプロジェクトの動向をホスト TV でこれまで追ってきた。しかしコロナの影響などによる施工のトラブルによりオープンは大幅に遅れることとなった。遅延は3ヶ月以上にもなり、モチベーションが下がる従業員も出てきたことによりオープン自体が危ぶまれていたが、満を持してプレオープンという形で無事に開店を迎えることができる運びになり、ホスト TV スタッフはプレオープン初日、そんなクラブセルンの取材に向かった。前回オープンを迎えたクラブセルン、まだ内装は未完成ながらも従業員やお客様の協力を得て店内の改善点を洗い出し、2ヶ月後のグランドオープンに向けて完璧な営業形態を作り上げていくという目標を語ってくれた。新店のキャパシティも考え、来店するお客様に制限をかけての営業となったが、それでもプレオープンを待ちわびていた女性客により店内は大いな盛り上がりを見せる。頑張ろうと思ってるんですけど、もう姫の方が先に慣れちゃったんで教えてください。姫の楽しみ方を、慣れ方を楽しみでも姫が本当に一番不安だと思うんですけど、まあ、俺も不安なんだけど、今日こっからスタートしたらもう大丈夫だ。この日の営業も終盤に差し掛かるが、まだまだ盛り上がりを見せる。新店クラブセルンのオープンを記念した祝杯のシャンパンが次々にオーダーされる。こんな素敵なお店を用意してくれた麦さんに感謝するのと、ここから俺は全力で頑張るんで自分の限界を挑戦するし、もうここからお互い辛い思いするけど一生懸命頑張っていきましょう。よいしょ。いいね。よいしょ。そしてこの男にも高額シャンパンがオーダーされた。今日小木様います。いただきます。よいしょ。前回の企画でクラブセルンの面接に訪れていたヒロト、早い段階でクラブセルンへの入店の意思を示し、オープン遅延という状況も自分の力を温存する期間だと語り、不況の中でも前向きなモチベーションを持ち続けてきた彼にとって、この日のプレオープンは待ちわびた瞬間なのだろう。僕は本当に楽しく、はい、本当にスタートしきれたかなと思って、頑張ってくださいって言っていただけて、僕も頑張るんで本当にその気持ちが嬉しくて。プロデューサーの淡谷麦もマイクでヒロトに対して激励を投げかける。新店舗で一緒にできたら新しい自分の可能性も見えるかもしれないなと思ってて、すごい楽しみにしてくれてたって聞いてて、はい、とても嬉しかったです。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。そしてこの日最も高額なオーダーを決めたのはやはりこの男だった。15箱ついたよ。よいしょ。よいしょ。新店のプロデューサーである淡谷麦、高額オーダーによる狙い撃ちコールが新店に初めて鳴り響く。おめでとうございます。よいしょ。よいしょ。彼のお客様は淡谷麦が新店の門出に最も欲していたオーダーに応えた。楽しいこととかをね、たくさん考えてくれて、ついてきてくれた姫様が一番最初の狙い撃ちを、しかも俺が一番やりたかったロジャーでの狙い撃ちをしてくれて本当に嬉しいです。もう本当みんながね、もういつこれ始まるんだよって思うぐらいね、今年の1月からたくさんこうみんなを待たせちゃって本当に申し訳ないなって思います。しかもこう完全に完成した状態でみんなをこう迎え入れることができないのも自分の中ではすごい不甲斐なくて悔しいなって思いました。なんでプレオープンからの2ヶ月の間にまあできるだけ内装とかももっともっと手入れていきますし、エルコレで5番以内に入るお店をみんなで作りたいなって思うんで、みんなにも今後持ってほしい。本当に店のレベルってそれでも変わるから、みんなで頑張って最高のお店作りましょう。今日みんなありがとう。よいしょ。こうしてこの日のプレオープン初日は狙い撃ちという華々しいオーダーを持ってラストを迎えた。スタッフ全員が初めての新店での営業でとても慌ただしい一日が幕を閉じた。そして営業後の店内、
この男にインタビューを持ちかけた。皆さんお疲れ様です。もう自ら片付けを率先してやってるんですね。過去にホストクラブの代表を経験したが、当時実力不足により自身の店を潰してしまった過去を持つサラダ。今日は充実っていうか、めちゃくちゃ僕からしてみたらポジティブな気持ちだったんですけど、不安の方はやっぱ勝ってたんで、なんかやりきった、なんかファイナルを迎えたような気持ちになるぐらい、今日一日すごいいい一日営業できました。ご自身の、ね、経験も、はい、お店をやってたってあるじゃないですか、はい、どういうふうに活かしていきたいとか、まあ、野心も持ちながらちょっとやっていきたいな。この箱見たら、僕12年のホスト経験でこんなお金かかってて素晴らしいお店、あの内装、場所も人通りが一番こう激しいような場所で働くっていうのが今まで人生でなかったんで、ここで売れないホストは多分才能ないって言えるぐらいめちゃくちゃいいお店です。じゃあ本当にいいスタート切れたってことですね。あわや麦の右腕として新店の運営を任された彼は、今日という日をこう語る。さあやってくださいっていうところに携われて、一緒にもう僕10年ぶりぐらいにおしぼりみんなと一緒に巻いたりとかして、でなんでおしぼり巻くのっていう話とかも出たんですよ。ホスト業界特有なんですけど、おしぼりめっちゃ巻くんですけど、お客様に出すときって普通に開いて渡すんで巻く必要ないじゃんみたいな。その巻いてる時間がこう従業員同士で、この時間がきっとそのみんなの心に残って仲間として認識してくれたんだとか思いながら、感慨深い、もうめちゃくちゃいい一日でした。あ、それめちゃめちゃいいエピソードですね。なんかある意味こうみんなでやる儀式みたいな感じなんですね、はい、出す時には開いて出すんでその背景は見えないんですけど、まあ、そういう背景ドラマがあって生み出されていくのを、まあ、我々ホストはおしぼりを巻くみたいなところの入り口でやってんだなって、このオープニングメンバー絶対こう忘れられないというか、辞めてく人間も次のネクストステージ進む人間も出てくると思うんですけど、まあ、僕はいつまでもこの店にしがみついて老害って呼ばれるような、そんな右腕でありたいですね。以前の放送で新店クラブセルをホスト人生最後の店舗にすると語ってくれたサラ、その意思は変わらないようだ。でもすごく楽しそうに営業されてましたね。いや、ありがたいことにいつも指名してもらってることに改めて感謝しできる日になったんで、本当にありがとうございます。記念すべきプレオープンを終え、誰よりも疲れていたのはプロデューサーであるあわや麦だった。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れめっちゃ疲れてます。疲れましたね。麦さん言ってた通り、いろいろな面が多分、いや、めっちゃ浮き彫りになったっすね。こんなにがっつり出てくると思わなかったんで、逆にありがたいっすね。いやでも、皆さんなんかでも楽しそうにはすごくやられてた。まあそうっすね、各々多分本当最初言った通り、なんか楽しんでくれてたんかなと思う。ただまあそれやってても多分成り立たなくなってくると思うんで、みんなが周りのこと動かないと成り立たない人数なんで、そこをなんとかみんなの意識改革じゃないですけどできればなと思うし、今日の本当プレオープン自体は本当上々だったとは思うし、ただまあ100点には程遠いんで、それこそ本当にホストの営業としては3、40点すらも多分つけちゃいけない点数だと思うんですけど、安定したら70点とか80点を、まあ、常に出せるような営業っていうのを作れるようにまずしないといけないんで、ムーさんが結構あれですね、考え方はリアリストですね。まあ一個一個解決したいですね。なんか変に夢語ってみんなのこと引っ張るとか別に向いてないし、それになんか至るものっていうのは当たり前に基礎とかちゃんとできるものとかがないと成り立たないと思ってるんで、今はみんなに基礎と売上のノウハウっていうのは持ってもらいたい。いや、めちゃめちゃなんかいいなと思います。さっきもコールでそのエルコールで5番を目指す、5番以内を目指すって言ったじゃないですか。なんか普通だとこう1番ってこうもう言っちゃいがちじゃないですか。まあそうです。すごくあのプロセスがちゃんとビジョンがあるんだなと思いました。今の身の丈に合った一番できる目標でしかあくまで立てたくないんですよ。今一番目指すっつってみんなが実感できるかっつったら多分無理で、最終的に一番目指すとしても今は5だよねっていう言い方をじゃあ1000の人たちにはすると思います。でも300とか150ぐらいの売り上げの子たちにはまず
5位に売るようなお店を作る中でのトップ3に入ろうとか、そういう言い方を多分すると思います。自分が経験してきたものっていうのはあくまで階段で上がってきたものなんで、今まで踏んできた階段まで降りることっていうのは多分できるんですよ。あと自分があんまりそういう上司がいなかったんで、自分がしてほしかった上司の像なんで、それができればいいのかなっていう。今日はその本当に一歩目、そうですね、まあこれで浮かび上がってきたものをどうできるかだと思うんで、なんでまあこれからもよろしくお願いします。ちょっとお願いします。見ていてください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。新店のプロデューサーであるあわやむぎ、疲れた表情の彼らがどこか満足げだ。こうして記念すべきクラブセルンのプレオープン初日は幕を閉じた。今後歌舞伎町で名を轟かせていくであろうクラブセルンの動向をホスト TV では今後も追っていく。